ゆっくりドラム講座、目口意識ドラムソロ。昼でも夜でもオハスクルド。初心者から宇田川アコまで歓迎しております。ドラム教室スクルド講師のレイです。早速ですがチャンネル登録よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますのでフォローよろしくお願いいたします。さて皆さん、目口知ってますか？目口こと桜川めぐさん、職業は歌手で声優でドラマー、ロゼリアというバンドで DW 製のツーバス、ツインペダルじゃなくてツーバスのドラムセットを素敵な笑顔とともにバッコバコ叩いております。ちなみにロゼリアに入る前はドラムを1ミリも叩いたことがなくて、初めてのライブまでの練習期間はたった半年、そしてドラム初めて11ヶ月ぐらいで7000人の前でライブをしてます。もはやシドビシャスよりもパンク、とんでもない舞台度胸。そんなメグチーがメンバー紹介の時にやってたドラムソロを本日は伝授いたします。早速叩きます。譜面です。ド定番ツーバスフレーズ RLRLKK。右手左手右足の順番で動かすフレーズです。先日紹介した声優で歌手でドラマーのヘゴチンこと大橋彩香さんもよく使いますね。 RLRLKK 全部で6発、それを16分音符に当てはめるってことは1,2,3,4 のカウントからずれていきます。いわゆる1拍半フレーズ、ドラムのかっこいいフレーズ、定番の作り方ですね。1拍半フレーズを知らない人は1拍半フレーズレイで検索して動画を見ましょう。 RLRKK 難しそうって思うかもしれませんが、このフレーズは左手はハイタム固定、右手はスネアからフロアって移動してるだけなので聞いた感じものすごい派手ですが、難易度的にはそこそこ、やっぱりツーバスツインペダルは美味しいってことですよね。では叩きます。では次、譜面です。これまた定番フレーズ RLKK と RLRLKK を組み合わせたツインペダルフィルインです。最初のタムからの RLRLKK がおしゃれのポイントですね。叩きます。1小節目を口で言うとドンタタタタドドテテドドタアアン、ドンタタタタドドテテドドタアアン。最後のスネアとシンバルは四分音符ですからね。タとかじゃなくて四分音符の音符の長さを感じるために4文字。なんで4文字かというと四分音符の中に16分音符は4つ入りますからね。こういうのはむちゃくちゃ大事です。それぞれの音符の長さが分かってないとテンポが速くなってしまいます。2小節目は RLKK を3回やってスネアとシンバル同時、ツインペダルを使った定番フレーズですね。手がちゃんと16分音符になるように速く叩こうと思って焦って同時になってしまうとかっこよさが下がります。右手左手右足左足、これが全て均等になるようにみっちりと練習しましょう。叩きます。では次、ここで難易度が跳ね上がります。叩きます。1,2,3,4,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 
手本のような素晴らしいドラムソロですね。ちなみにドラム始めておそらく10ヶ月ぐらいで目口はこんな感じのフレーズを叩き込んでますね。はっきり言ってむちゃくちゃすごい、とんでもなくすごい。フレーズを解説しましょう。譜面です。1小節目はシンバル、スネア、スネアの繰り返し。これまた先日伝授したイケメン式ドラムソロ。右手左手とシンバルを叩き分けるので見た目がすごく派手、なんかよくわからないけどかっこいいって思ってもらえること間違いなし。けどやってみると案外簡単な美味しいフレーズですね。曲の最後の書き回しの時にも使えます。書き回しを知らない人は書き回しレイで検索して動画を見ましょう。シンバル、スネア、スネア全部で3発、3発を16分音符に当てはめているということはこれまた1、2、3、4のカウントからずれていきます。さっきの RRRKK は1拍半フレーズ、8分音符3つ分のフレーズでしたが、今度は16分音符3つなので半拍半フレーズ、1拍半フレーズの亜種ってところですね。こういう1拍の感覚がわけわからなくなるフレーズはまず口で言えるようにしましょう。ドタタ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 ドタドタ、どこで1拍が終わるのかをしっかり理解しましょう。ドタタ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 ドタドタって考えるとわけわからなくなります。クリックにも合わせられなくなりますね。3小節目はツインペダルの連打しながら、さっきのバスドラとシンバルが入ったタイミングでスネアとシンバルを同時に叩き込みます。なのでこれも半拍半フレーズ、例によって口で言いましょう。タドド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 ド、この時もシンバルを左右に割り振りましょう。見た目が派手ですからね。音楽は 98% が見た目です。そして最後はタム回しと。では叩きます。ね、簡単でしょ。ドラム講師やってるとよく聞かれるのが、今からドラム始めても上手くなれますか。要は小学生、中学生、高校生の頃にドラムを始めないとドラムは上手くならないんじゃないか、大人になってドラム始めたところで無駄な努力になってしまうのではないか、そう心配してる人が世の中にはたくさんいます。目口こと桜川めぐさんがドラムを始めたのは20歳を超えてから、大人ですね。しかも女性であり、身長も153センチ、恵まれた体格ってわけでもなく小柄な女性ですね。大人になってからドラム始めて、目口はあれだけ楽しそうにドラム叩いてるんだから、じゃあ自分もドラムやってみよう。気がついたら大人になってしまったけど、目口も20歳を超えてドラム始めてるし、きっと大丈夫。そう思ってドラムを始めた人は結構います。もちろんドラム教室スクルトの生徒さんにもいます。これは本当にすごいことだと思います。誰かを感動させるだけではなくて、じゃあ自分もやってみよう、そうやって誰かの背中を押すことができるなんてとても素晴らしいことですね。自分も誰かの背中を押せる演奏ができる人間になりたいと常日頃思い次第です。ドラムに才能、年齢、性別、人種、そういうのは1ミリも関係ない。大切なのはくじけぬ心と日々の努力の積み重ね。良い話が聞けたところで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私他にもいっぱい動画を作っております。ドラムのことで困ったら、困ったことスペースレイで検索して動画を見てください。それで悩みは全て解決します。ではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう。